おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にドラゴンクエスト3、そして伝説へやっていきたいと思います。前回ね、めっちゃ進んだんだよね。幽霊船を見つけたし、幽霊船で手に入ったアイテムを使って、ガイアの剣も手に入れたし、で、ガイアの剣を使って、今自分がいる洞窟にいるって感じですね。今日はこの洞窟を攻略して、多分この先がね、もうバラモスなのかな？ちょっとね、何がこの先にあるかわかんないんですけど、本当に結構ね、魔王の城の目の前だと思うので、ちょっと気合い入れて進めていきたいと思います。魔王の城の目の前ってことは、その分敵が強いはずなんで、ちょっとね、気を抜かずに頑張っていきたい。頑張って勝っていきましょう。さあ、そしたら敵が強いので MP 管理しながら行きたい。あ、これ下にもあるね。行き止まりか。小さなメダル、よっしゃ。小さなメダル手に入れていく。こっちかな。地獄の騎士、やべえ、強そう。マジで強そう。いやー、結構強いね。結構しんどいかも。手ごわいぞこいつら。2034、いや、きついな。きつい戦いになってしまっているな。892ポイント下行ってみよっか。あ、稲妻の剣。お、待って、これは強そうだぞ。稲妻の剣。わあ、ライアスの攻撃力めっちゃ上がる装備しとこう。え、草薙の剣より強いの、稲妻の剣が。マジ？よくね、スマホ版ドラゴンクエスト、星のドラゴンクエストみたいなアプリドラゴンクエストでありますけど、稲妻の剣。外れ筆頭の剣ですけど、草薙の剣より強いんだね。やるね。まあでもドラゴンクエスト2とかもさ、ロトの剣よりもさ、ドラゴンキラーとかの方が確か強かったもんね。ロトの剣だからっていいってもんじゃないよってことね。ドラゴンキラー街で売ってるからそれ買っとけよってことね。あくまでもロトの剣はロトが使ってた剣だもんね。さあ、ベティレベル上がっていく。ナイス。MP6。いいっすね。バシルーラ。金のレベル19。お、いいね。二人とも今日やる気だね。HP6。うん、トラマナ。トラマナってなんだっけ。呪文、あー、ダメージを与える床乗り越えられるらしい。破片、破片、刃の鎧。ほうほうほう。あ、待って、守備力めっちゃ上がる。ライアス装備しとくか。呪われてない？大丈夫？あ、呪われてないね。はあ、川の腰巻きも袋入れといて、ガーターベルトも袋入れとくか。そしたら、お、これで一個潜れる。お、今だ、やれ、驚いてるうちにやるんだ。終わらせろ。おいしょ。よっしゃ。いいね。意図良き。刃のさ、鎧ってさ、見せる。あー、なんか鑑定とかがあるんだ。使う。刃の鎧ってさ、なんかあれだよね、物理攻撃跳ね返せるんじゃないかな。下行ってみる、とりあえず。ホロゴースト1ダメージってことは、呪文がめっちゃ強いのかな。誰かライアスに攻撃してくんないかな。ライアスに、おお、エフェクトかっけえ。稲妻の剣かっこいいよ。稲妻の剣か剣か忘れたけど、まあどっちでもいいだろう。伝われば何でもいい。こっち行ってみる。あ、でもさらに下があるんだ。先下まで行ってみよっか。あ、穴開いてる。めっ、え、踊る宝石じゃん。これお金いっぱいもらえるんじゃないの？そういうの関係ない？
そうそう、穴開いてるね。痛いよ痛いよ痛いよ。おいしょ、サクッと倒していく。そしてほほーん、あ、上に登れる。ほほほほ、え、割れてる？これ落ちるとこのまま多分下に行くんだよね。どうする？とりあえず下行ってみる、何も考えずに。あ、行き止まりだ。あー、ライオンヘッドがいる。なんかめちゃ強そう。キマイラとかも同じ見た目だよね。あー、マヌーサか。やだね、マヌーサ。あ、やっぱそうだ。いいね、いいね。刃の鎧、ダメージ跳ね返してるね。たださ、跳ね返してはいるけど、まあ、当然そんな跳ね返ってるダメージが強いわけじゃない。あ、でもあれか。35ダメ食らって18ダメージ返せるのは、悪くないっちゃ悪くない。ただちょっと、ちょっと、踊る宝石やべえ。む、ちょ、キヌ、キヌ。踊る宝石がやばい。ちょ、誰か早く踊る宝石を やらないと。やれ、相手に。なんでベティに狙みやんねん、キヌ。ライアスやってくれ。ありがとうございます。もうライアスさんがいなかったら、うちのパーティーは全滅の危機でした。あぶねえ。マジであぶねえ。踊る宝石バカにしちゃいけないわ。ああ、踊る宝石よかった、いなかった。焼けつく息、あ、麻痺しちゃうやつだ。ライアスがマヒルの痛いな。あ、キアリク、やりやがるぜ。そしてイカズチの杖、イカズチの杖さ、マジで便利なんだけど、無限に使えるやん。やばすぎる。超いいじゃん。これさ、ライアスに今さ、魔法、魔封じの盾装備させてるんだけど、杖装備させてるんだけど、ライアスいろいろやろうぜにしてみる。あ、ないんだ、いろいろやろうぜ。俺に任せろって何？俺に任せろにしてみる。俺に任せろって何？マジで。何をするん？任す、大丈夫か？本当に。さあ。えい、えい。えいや、えいや。よいしょ、よいしょ。あ、やっぱ魔封じの杖とか使ってくれるね。いろいろやろうぜが俺に任せると同じような感じなのかな。そしたらちょっとこのままいっ、ああなるほどね。これさ、下行ったらどうなるの。あー、だだっ広い空間になる。なんだこれ、なんかある。小さなメダル拾っていく。うん、階段このまま登ってみよっか。あ、でももうこっち側来れたね。落ちて正解だったね。で、橋がある。行き止まりだ。この上は、さあさあさあ、敵が強いが、敵が強強だが、よいしょ。一応いけるね。一応いけるね。はーん。あれ、これもしかしてループしてる？いや、そう決めつけるにはちょっと早いか、さすがに。ループしてるか？いや、してないよな。してない気がする。多分だけど。ずっと右の方に移動すればいいのかな。フロストギズモな、今はな、あのギズモっていうノーマルギズモしかいないけどな、昔はフロストギズモなんて子がいたんだな。綺麗だよね、青色のギズモね。待って、イカズチの杖便利すぎ、マジでダメだ、この杖がやばい。なんならイカズチの杖ライアスに持たせればいいか。
いや、ただ絹に雷の杖を持たせてることで宝箱諸刃の剣、絹にね雷の杖を持たせてるから結果的にね281の総合値になる。総合値じゃない、攻撃力。絶対これ呪われるからやめとこう。絶対呪われる。もう勉強した俺は学んだよ。絶対呪われるわ、こんなん使ったら。そして行き止まりだった。ヒャダルコ痛いな。いやー、全体攻撃つらい。やばいかもしれん。5体全員に先に動かれるのはやばいかも。やばいぞこれは。やばすぎる。あと豆腐一旦ホイミをライアスに入れよっか。みんな先に動いてくれ。いやー、つえ、やばい、やばすぎるこれ。まさかの、まさかの絶対大丈夫だろうと思っていたフロストギズモにやられてしまう。ヒャダルコ封じたね。たださ、これ逃がしてほしい。もういや、つらい、つらいよこれ。ヒャダルコ封じても息攻撃があるもんね。よしよしよし、頼む。やばいよ、一気に大ピンチになっちゃった。これ大丈夫かな。この先ボスいたらだいぶきつい気がする。ただここまで深く潜った状態で今から逃げるとかはちょっとないよな。マジか、やばいね。これどこ行ったらいい。やばいよ、戦うしかないよな。普通に戦おう。いやー、きついな、マジで、マジできつい。参ったね。いや、強い強い、敵が強いよ。待って待って、ライアスダメだ。ライアスやっぱガンガン行こうぜにしよう。やっ、いやー、きつい。おしよ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 し、祈りの指輪があったから祈りの指輪で絹の MP 回復していこう。ちょっと想像以上にはるかにきつい。祈りの指輪、祈りの指輪、ちょっと絹のね、絹の MP がなくなったら終わりなんで。ここ行き止まりだったよな。あれ、ここか。どうやって行ったらいいんだ今。これどこにいる俺。あれ、これさっきと同じとこだな。ちょっと待って、迷子になった。あ、驚いてる、戸惑いてる、戸惑ってる。今のうちに逃げ。あれ、ここさ行けないよね。うんうんうん、でしょ、ここでしょ今。どこ行ったらいいんだ。ここ行き止まりだったよね。あ、そうだよね、ここが行き止まりで2体ぐらいだったらなんとかなりそう。メラミー、ナイスメラミー。いやー、さっきのマジフロストギズモに先制取られて全員全体攻撃してくんのえげつなすぎたね。あれはやばかった、本当にやばいわ。ここはいけそう、下かな。いやー、フロストギズモマジで手強い。ちょっとバカにしてた。冷たい息はまだいいけどさ、冷たい息はまだいいけど、ヒャダルコあかんて。ヒャダルコ攻撃力マジで高いよ。いや、全体攻撃ラッシュきついな。稲妻の剣、お、え、待って、稲妻の剣やばくね。やばい、稲妻の剣、待って、やばいって。一生ライアスあれでいいやん。もうイオラかあれは。普通にやばくなかった今の。超強いやん、超強かったよ今の。やばすぎるやろライアス。
ベティが能力上がった、あーベティヒャドロク覚えていく、ちょっと待ってちょっと待って、ライアス命令させろにして、これ下か、あこっちね、ほやーべー、ライアスが覚醒した、余裕だこれ。道具稲妻の剣を使う、稲妻の剣を使うでさ、どうなのこれ、壊れたりするのかな。今んとこさ、イカズチの剣は壊れてないじゃん。いやー強すぎるこれ、まあ、たまに効かないやつがいるけど、にしても強えわ。待って、これ稲妻の剣拾ってマジでよかったね。草薙の剣の100倍役に立つわ、めちゃめちゃ便利、やべえ圧倒的だ。なんならギズモもさっき押し切れたかもしれん。これお脱出したぞ。待って、脱出したけどさ、真ん中の城囲まれてる、祠行こう、とりあえず祠にな。いやいいね、稲妻の剣とこの無知のコンボでさ、めちゃめちゃ全体攻撃ができるようになった。ただちょっとライアス足遅いのがネックだな、先に動かれちゃう。まあしょうがないか。いやこれもうさ、速度が速いキャラクターに変えてさ、盗賊とか武闘家とか、ひたすら稲妻の剣使いまくった方が強いんじゃないかこれ。どうですか、あれ真ん中やっぱ囲まれてるよね、ここなんだろう。おじいちゃん、なんとここまでたどり着く者がいようとは。さあこのシルバーオーブを授け、あ待って待って、すっかり忘れてたけど、オーブ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 集めてんだった俺、これこれオーブ集めないとダメだこれ。え、ちょっと待って、間違えたんじゃね、来る順番、これ間違えちゃった気がするよ。ここさ何もできないよね今。え、しかもさ、ルーラのポイントにもなってなくないこれ。完全にミスったかもしれん、完全にミスったわ、やっちゃったわ。待って、とりあえずランシール移動してオーブやんなきゃいけないわ。オーブ集めたからオーブしまってこ。教会はここかな。あれランシールってさ、教会ないんだっけ。ちっちゃな町だから内容的なやつ、いやここら辺敵強くないから先にちょっとオーブしまいに行こう。あれオーブ全部集めたよな。え、不安になってきたんだけど、どうだっけ、オーブ集めたっけ。まあまあ、あれ俺オーブ全部集めたか。やべえマジで、さっきの洞窟先に行ったの絶対間違いだったよ。もう一回行かなきゃいけないもんね。あっでもまあ道覚えたから大丈夫か。最後のところだけちょっと難関だったけど、どこだっけ、戦うライアス道具稲妻の剣。いやーライアスがマジ稲妻の剣手に入れてくれてよかった、めちゃめちゃ便利だわ、すげえ。待って、あなんか 2匹聞かなかったんだけど、あれ稲妻の剣なのにイオなんだね、爆発なんだね。稲妻の剣だとデインとかかと思ったけど、あれかデインって光か。あれ稲妻で言ったらそれこそギラじゃないのか。まあ何でもいいや、もう強ければ何でもいい。氷河魔人、さすがに君は素手でいいや。あ勝てない。ライアス、ライアスとどめだ、やれー。いいね、エフェクトがかっこいいね、なんかムチみたいな感じだね、横からね。お、いいね、稲妻の剣手に入れて調子に乗ってるよ。体力4、あ力4、体力5、はあ素早さ上がってほしいな。ただいま帰りました、不死鳥ラーミアに会えるんだよねきっとね。あれちょっと待って、おこれこれ、えちょっとどういうこと。私たちは卵も持ってます、卵も持ってます、金の台座に捧げた時、あオーブ使ってけばいい感じね。グリーンオーブ使う、おほほほほついていく。ブルーオーブを使う、えかっこいいこれ、
めちゃめちゃかっこよくない？この演出。パープルオーブ使う。あと赤と黄色とシルバーだ。シルバーオーブ使う。いや、不死鳥ラーミアが帰るよ。レッドオーブ使う。あれ？ちょっと待って。力の種とりあえず使うじゃん。あれ、破壊リング、ルーズソックス、革の帽子、鋼の鎧。あ、で、やっぱいいかもしれないぞ。やったわ、これ。え、これやった。うわ、やべえ、マジで。イエローオーブね。やっちまった。やっちまった。マジか、イエローオーブがない。え、ないよね。ない。ライアスも持ってない。ベティも持ってないし、キーヌも持ってない。袋の1ページ目にない。2ページ目もない。3ページ目ない。4ページ目ない。5ページ目にもない。6ページ目ない。5ない。6ない。7もない。8もない。うわぁ、やっちまったー。マジかよ。やばいって。やったわ、マジでやった。イエローオーブねえわ。イエローオーブねえわ。イエローオーブがなかったです、皆さん。すいません。いや、やっちまった。どこにあんの、イエローオーブ。どっかで話になったよね。どっかで話に上がってたよ、マジで。一回話に上がったの覚えてる。どっかの誰かがイエローオーブのこと話にあげてたけど、どこの誰だったか覚えてねえよ、もう。マジかよ。とりあえずさ、ちょっとさ、ベティ生き返らせたいんだけど。いやー、やばいね。とりあえずここの人がなんかさ、なんか知ってた気がする。あ、待って、ここ開けたらイエローオーブのとこ行けるとかない？ありそうじゃん。待って、絶対そうであってほしい。もう知らん。この灯台に来たの正解だった。海の男の俺様が世界のことを教えてやる。南陸に沿って船をこけばテトンの岬回る。行った行った。ランシール行った。アリア半大陸見えた。ジパング行った。6つの場集めろって言われた。南に行ってみろ。いやー、ちまったぜ。待って、やまびこの笛って何に使うん？やまびこの笛。関係ない？これもしかしてオーブ集めに。関係ないか。ここでどこに飛べるんだ？どこ？ここ。え？あ、一番初めのとこだ。一番初めのとこ。一番初めのとこだ。こん中開けたっけ？開けたわ。いやー、皆さん、イエローオーブがないです。やらかしましたね。イエローオーブがないですよ、皆さん。どうしたらいいんですか？誰か助けてください。やばいっす、本当にやっちゃった。これさ、どうすんの、これ。ちょっと待って、一回さ、その前に一回ちょっと復活させて、ずっと監獄のまま引きずっとるから。生き返らせよう。マジか。やばいよ。本当に覚えてない。何も覚えてない。なんか誰か言ってたよな。誰か言ってた。誰かなんか言ってたよ、イエローオーブに。なんかさ、世界中の商人の手を渡ってるみたいなこと言ってなかった？商人の手を渡って、なんか世界中を移動してるみたいなこと言ってた気がすんだよな。確か。だからなんか一つの場所に留まってないみたいな。ってことは片っ端から商人に話しかけたらいいのか？あれを言ってたのか、どこの誰か覚えてねえんだな。いやー、どうしよっかな。やっちまったな。誰かがイエローオーブの話してた。商人がなんかうんたらこうたら世界中を飛んでるみたいなこと言ってたよな。
はい、すいません、ちょっとね完全に忘れたんで、ちょっと次回の動画に行く前に探し回るか、それとも探すとこから始めるか、ちょっと考えておきます。はい、ぜひね次回もご視聴ください。いや完全にね撮ったつもりでいた、すいませんでした。はい、まあ、ただ今回シルバーオーブ手に入れてあと1個だからね、あと1個でラーミア復活させられるから、うんうん、まあ大丈夫だろう。ということでですね、本日はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております豆腐でした。バイバイ。